通行できないんだね。一度来てやぶさめに来たんだけど、やぶさめが中止になってた時やりましたよね。こりゃこりゃ、このロープのところに置いといた方がいいですよね。これが赤城神社の駐車場です。こちらにはね、赤城神社の由緒記ですね。縄文三段の由赤城山は標高1828メートル、関東平野北部に君臨する最初の霊峰である。東西に長く裾を引く気品ある山容は、古代神霊の宿る山として崇められたのはゆえなしとしない。山頂の大沼小沼は千古の神秘を称え、金山原始の面影をとどめ、幾多の信仰と伝説を秘めてきた。一方、遠く万葉の風に読まれてから今日まで、幾多知名人の文筆と祭刊によって天下に紹介されてきた誇り高き山である。古代の自然神は赤城大明神と沼神の赤沼狼として祀られたと考えられる。第10代崇神天皇第一王子豊城家彦の命が東国経営の大任を帯びて神津の国に移られた時、すでに大和沼の霊を奉祭したと伝えられ、さらに隠居陽明両天皇の御宇社殿を創設し、平城天皇大同元年に山頂大同に神域を定めて先座奉祭すると伝えられる。まあ次来、まあ朝野の総刑を受け、まあ、戦国時代の前橋城主をはじめ、天正18年の平岩氏、慶長6年の酒井氏、寛延2年の松平氏とそれぞれ崇敬し、特に後に幕閣の大老職に就いた酒井歌の神忠清は、寛永18年3月、山火事によって累焼した社殿を新造営し、合わせて、まあ、神殿を寄進し、松平氏もまた、まあ、毎年奉仕料を献し、まあ、奉兵士を派遣するを例とした。まあ、徳川時代に徳川家康公を合祀し、大同の赤城神社として山麓諸村の信仰によって守られ、明治時代に入り赤城山が観光客を迎えるようになると一層有名になったが、社殿が荒廃したため昭和40年新たに神域を小鳥ヶ島に移し儀が起こり、昭和45年旧社地大沼南藩の大道より現在地に奉遷したことは、まあ、碑院の遷宮の記に記した通りである。まあご祭神はね、まあ、いらっしゃいますけど、そうですね、こういった由緒のある、まあ、大道赤城神社です。まあ、湖面を渡ってくる風が大変涼しいというか、なんというか本当標高が高いとこんなに涼しいんだね。そちらフォークはお土産物屋さんですね。こういった場所ですね。
と山の天気が変わりやすいよね。はい、これが滝大沼です。はい、こちらには群馬県指定重要文化財小鳥ヶ島出土橋付けたり宝塔及び橋筒の残結です。昭和52年9月20日指定です。この他宝塔は以前は橋塚と呼ばれ、小鳥ヶ島のほぼ中央にあった。昭和44年1969年に社殿再建にあたって現在地に移したもので、応安5年1372年の銘がある。他宝塔は法華経供養のために建てられたと言われているが、この地へ移転する際、他宝塔の下から和経10面と経筒の残片5片が出土した。鏡の製作年代は平安後期から室町時代に及ぶ。鏡面径は最大で 11.5 センチ、最小で 8.7 センチの銅鏡である。ああ、そうなんですね。鏡が出てきたんですね。この他宝塔を、まあ、移転しようとしたときにね、これは素晴らしいものが出てきましたね。他宝塔自体はそちらにあるんじゃないかな。こちらが小鳥ヶ島の他宝塔。おお。まあ、小さめですけど、欠損もなく、いい感じになってますね。まあ、本当に赤城塔っていう。まあ文字通り、もう今春納豆とかそういった区分はされてないんですけどね、あの刀身の部分と傘の部分の、まあ、接合部が、まあ、亀型になっていて、まあ、くびれてるっていうかな、まあ、そういった特徴もありますね。はい、こちらが小鳥ヶ島の他宝塔です。私もお祈りしていきましょう。